皆さんこのピッチャーを知っていますでしょうか。タイ勝利、鹿児島の奄美大島出身なのかな、確か奄美大島出身のプロ野球選手、亀山勉以来、背番号は59番です。で、まあこのピッチャー左投げ右打ちとはなかなか珍しいですね。で、身長172センチ、83キロ、2021年のドラフト4位で入っております。ここは神村学園高等。そして なぜこのピッチャーなのかというと、このピッチャーが今パワープロ2023で収録されている現役選手の中で一番コントロールが悪いピッチャーなんですよ。このね、一番コントロールが悪いピッチャーを、しかも寸前死球、乱調と荒れ玉といろいろついているピッチャーですが、やっぱりプロ野球選手ってすごいんよ、みんな。こいつも150キロ投げるし、甲子園には出てませんが、まあ、高校3年生エースとしてね、活躍して、ドラフト4位よ。育成とかでもなく、支配下。一応支配下ね。育成選手はパワープロに収録されてないんで、支配下で、今一番コントロール悪いということで。まあ、ただ、いいものは持ってると思うんで、俺がこのピッチャーを育成して沢村賞を取れるようにするというのが今回の動画の目的です。まあ、今回はマイライフでやろうと思うんで、さあじゃあ早速やっていきましょうか。2022年11月契約公開。はい、じゃあ契約公開が始まりますと。まあ、基本的にプレイはしないんで、オーペナでやっていこうと思います。まあ、プレイしたらずるいんで、その辺は、プレイなしでやっていきたいと思います。まあ、まずキャンプからだね。まあ、最初は2軍と。でね、まずね、まず何が大切なのかというと、必要なのは赤徳をまず消さないといけないんだよね。自分のデータが見れないと。ちなみにパワープロ2023のマイライフはやったことがありません。やったことがないけどなんとかなるでしょうの精神でいきます。みんなだってプロ野球選手やったことないから。タイだってプロ野球選手1回目なんだよ。それプロ野球選手何回もやってるやつなんていないんで。これで1回目でもいきなりやっていきたいと思います。まずやっぱ必要なのは、赤徳を消すと。回復、乱調をまず消さないとね。先発をやるんだから。今ね、一応中継ぎが一番の適性になってるんですけども、まあ、とりあえずまず中継ぎとして活躍して、将来的には先発もちょっとできたらなと。山本由伸パターンでいこうかなと思います。由伸ももともと中継ぎやってたんで、寸前削除もあるし、で、まあ、ストレートの伸びもね、あるピッチャーなんで、まあ、左で150キロを投げるという速球派でもあるんで、しかも高速スライダーと V スライダーでもう2球種も持ってます。あとは、赤徳を消して、まあ、でも中継ぎだったら乱調消さなくてもいいんだけどね。まあ、消していこう。とりあえず悪いのは全部消しとこう。できれば死球も消したいんだけどね。体力がないですが、オープン戦もあるので、この辺も考えないといけない。そんなことは、そんなこと言ってる場合じゃないと。試合はもう全部スキップでいきます。お、投げれたじゃん。投げれたけども、おそらくこれ体力がなくて、1イニング投げれてないね。まあ、キャンプも終わったんで、これで特能が取れなくなりましたと。あと開幕1軍成功しました。まあ、飛ばしててやったんですが、開幕1軍ということで、まあ、ラッキーだったというわけで、まあ、特に、まあ、1軍だからなんだっていう感じなんで、まあ、そのまま続けてやっていきますわ。まあ、能力、成績は、5.80、4勝5敗10ホールド。一応1軍完走しました。で、特能で言うと、リリース丸、クロスファイヤーを獲得して、コントロールが一気にね、G17 から、E の44まで上がりました。スタミナはまだあんまり上がってないけど、コントロール、今コントロール特化で上げてるけど、E まで上がったらね、ちょっと変化球を上げていこうかなというふうに思います。まあ中継ぎをまだやろうと思ってるんで、スタミナはまだ上げなくていいかなと。変化球上げていこうかなというふうに思っております。特能で言うと、タイピンチ、結局変わってないのかな？タイピンチ獲得したってこと？これは獲得したのがタイピンチの経験値が上がって、回復の経験値が上がって、対左、の経験値が下がって、対ピンチ C になって、回復 E になりました。さあ、契約更改まで来ましたよと、今期年俸450万です。
一応一軍で完走したんで、クビにはしないでくれよ。クビになったら終わりなんで、ズバリ。よーし、1600万。さすがやっぱ一軍でね。このままサインよ。用語なんて特にないです。はい、ミッション。無駄な走者厳禁。二つ目、ゴルフはたしなみ。三つ目、スキャンダル厳禁。20回以上、フォアボール少ないの難しいね。まあ、ゴルフがやっぱ一番簡単だよね。ゴルフをとりあえず、コースデビューすればいいんでしょう。女性とのスキャンダル厳禁はちょっとむずいね。もしかしたらちょっと、結婚して、無理やり女の人をホテルに詰め込んで、血を流させる可能性が出てくるかもしれないんで、それはやめておこう。さあ、1600万まで上がりましたということで、春のキャンプは何をやろうかなと。 6.5、5点、よく逆にこれでよく一軍入れたよな。この成績で本当によく一軍入れましたわ。監督の使い方がよくわからん。さあ、今年特訓、コーチ特訓何がありますかと。寸前削除、まあ、乱調とりあえず消そうぜ。結構買いまたぎすることもあるんでね、乱調が減るとだいぶ良くなるんじゃないの。さあ、これで乱調が消えますと。乱調消えましたと。まあ、次消すのはフォアボールだな。死球も消したい。でも今年じゃ多分死球は消せないんで、来年あたりになってくれるのかな、死球消すのは。バレンタインのチョコは300個もらいました。なぜかは分かる。ああ、ないね。お、なくなった。支給消したいんだけどね。まあ、タイピン C にするか。いや、キレだ。キレ丸にしよう。全然伸びない。マジで支給消させてくれ。俺が昔やってたマイライフはね、なんか本でね、めちゃめちゃ特能が取れたんだけど、今作は本で特能が取れないらしい。支給削除。全然消えない、支給削除。これ体力がないからかな。開幕一軍の座を守れ。まあ、こんな感じで、第2シーズン目やっていこうかなというふうに思います。まあ、一応開幕一軍に残ったことだけを報告していきましょう。さあ、シーズン、3年目。で、タイからしたら3年目。で、まあ、俺がやり走って2年目というシーズンが終了しました。今年の成績ね、ちらっと今見えたけども、だいぶ良かったんですよ。2.64、7勝4敗、18ホールド。能力もだいぶ上がりました。150球、まあ、過去が変わらず、コントローラー D に上がって、スタミナ E。で、高速スライダーが3になって、V スライダーが4になりました。で、特能もね、タイピンチ B ついて、重い球、逃げ球。根性、クロス球、いろいろ特能がついて、だいぶ強くなったんで、ちょっとね、来年ね、そろそろね、先発もやりたいなというふうに思ってるわけですよ。そのためにやっぱ寸前は消したいよな。まあ、なぜ先発をやりたいのかというと、中継ぎで全然試合で投げれんのよね。あの、チームが弱すぎて。楽天が弱すぎて、あの、67勝74敗。あ、でも意外とそんなに、な、勝ち、今勝ちパで投げてるんだけど、全然投げさせてもらえないの、勝てないから。試合数がちょっと少なすぎる。109人も投げてる。中継ぎで109人も投げてる。ああ、めちゃめちゃ投げてるわ。めちゃめちゃ投げてる。なんか全然投げてないのかなと思ったけど、72登板。109イニング投げてます。で、僕ですが 2.64。やばくね？中継ぎでこのままいったら来ていくじゃん。奪三振100個。奪三振率も高いと思う。えぐくないか？中継ぎで109イニング投げてました。全然、俺全然投げてないじゃん。暇人化してるわーと思ったら全然そんなことなかった。めちゃめちゃ投げてた。こういった成績になっております。できたら先発もね、やりたいなというふうに思ってるんですがね、どうでしょうか、果たして。
回復が D になりましたと。まあ、タイピンチ B になったし、タイ左は今んとこ D なのか。子宮削除、子宮消えたこれ。さあ、契約効果来ました。1600万から100イニング以上投げてるから、中継ぎで。普通に1億ぐらい欲しいんだけど。まあ、ゴルフはちゃんとやりましたと。年俸10、ゴルフやっただけで年俸 10% 上がるんだよ。消費税分。7370万。ちょっと足りなくね？まあまあまあ、いいでしょ。まあね、年俸を上げるのがね、目標じゃないんで。とりあえず先発。先発させてもらいたいんだけど、先発。防御率2点未満、中継ぎエース。無駄な走者厳禁と。2.00。うわー、これは難しいね。ホールドポイント20もむずいんよな。だって勝てないんだもんね。ハーボール出さないのが一番いいんでしょう。無駄な走者厳禁でいきましょう。先発やらしてくれ、先発を。これに。2.92、2.84、0.0、6.0、1.08、3.21。多分6月はほとんど投げてないんじゃないかな、おそらくこれ。74登板、だからシーズンの半分登板してるってことでしょ。どんだけ登板させんだ。先発やらせてくれ、先発。さあ、キャンプ来ましたよ。子宮を減らしたい。あー、全然増えないよな。子宮減らさんとね、ミッションクリアできないかもしれないんで、できるだけまあ、フォアボールを減らす練習をしたいんですが、そう簡単にいきますか。あー、来年か。あれ、ミッション的には中継ぎの方がいいのかな、今年も。あれ、支給率だっけ？支給数かな？支給の数であれば、あ、東京20回以上で支給率か。よ、支給率なんで、先発でもいいです。変化球も覚えたいしね。支給も減らなくしたいし、変化球も覚えたいと。これ、どのタイミングで先発転向できるんだろう。俺勝手に中継ぎやらされてるんだけど、普通に先発やりたいんだけど俺。どうやって先発できんの？先発のやり方教えてくれ。監督に電話しても起用法はなんか言えないんだよね。まあ、なんとか開幕1軍には残りましたと。とりあえず俺に先発やらせてくれ監督。電話してもね、トレード、引退、野手陣のポジション、野手じゃないんだよ、俺は。世間話をする。先発。まだできないのかな、先発。まだ足りないのかもしれない、もしかしたら。お、来た！来た！先発、中継ぎ抑えやっ、どれ、先発です。はい。先発適正どうやってあげるの？やべ、先発適正あげないといけない。あ、適正上がるんだ、これで。よっしゃ、じゃあ先発やるぞ、今年は。今年はじゃあ先発で頑張っていきます。というところで、パート1は終わりかな。まあ、大体2年ずつやっていこうかなというふうに思います。結構時間かかるんだね、これやるの。まあ、今年から先発。まあ、中継ぎで2年間ね、頑張ってね、去年は2点台で、なんと71登板、70何登板っていう登板したんで、まあ、今年からね、先発転向して、プロね、4年目なんで、まあ、4年目から先発転向というのは全然まだまだ遅くないんじゃないかということで、沢村賞を目指してやっていきます。